こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。1月、9日、9日の土曜日、という形で、緊急事態宣言がね、1都3県で、発令されたというところなんですが、なんかね、いろいろ強制力が非常に弱い感じなんですけれども、婚活自体もパーティーとかね、やっぱり人はね多分集まらないと思います。でスノーボード行く予定だったんですけれども、土曜日のねライブカメラね、ネットの方のライブカメラで見たところ、本当に客足は少なくなっています。でただね、他県を越えてなんか出かけるのはダメよとかっていうのもないというところもあるんですが、東京、神奈川、埼玉からねスキー場へ、ね、群馬とか湯沢とかっていうのね、新潟とか行ってる方ね、それはいます。全くゼロなんてことはないと思うんですね。まあでもこれはね、本人たちのね自身のモラルが問われる形になります。でどちらかというと飲食店に対しての締め付け、というのがね大きいので、まあ、飲食関係は、まあ、20時までとかね制限があったりっていうところで、まあ、地方行けば多分その制限はないんだけれども、やっぱりいい顔はされないよね、他県ナンバーの車で、行ったら。まあ、自分たちがじゃあ、例えば群馬県民だとか長野県民の人だと思ってください。で1都3県で緊急事態宣言が発令されました。東京のね、練馬ナンバー、品川ナンバー、世田谷ナンバーとか、まあ、足立とかいろいろありますけども、まあ、千葉とか、神奈川の湘南ナンバー、横浜ナンバー、埼玉の大宮ナンバー、熊谷ナンバーとかが、自分たちのね住んでる群馬ね、長野とかね岐阜とかいろいろありますけども、静岡とかありますけど、それは来ていい気分になるかというところなんですよ。これは個人個人受け取り方があると思うんで、まあ、受け取り方としては、あまりいい感情を浮かべる方は少ないと思う。だからそういう他県に出ることは自粛ということはしました。でボード仲間も行きたいという気持ちが強い方ばっかりなんですけども、まあ、ネットの SNS 関係のそういうねサークルではもう行ってますよっていう方もね、出かけてますよっていう方もいれば、でもそれを見ちゃえばもうキリがないんですよ。やはり一人一人の自粛というのは、まあ、大事なことであって、でじゃあこの飲食店関係とか行かないっていうのは経済的にやばいんじゃないかと。だから自分も飲食店に関しては他県出ない範囲で行きます。あとはもうここでね消毒とかマスクとかね、3密にならないとか換気だとかもう皆さんやってるわけですよ。やってるんだから、その上でやれるところだけ、さすがにやっぱり他県に行ってもいいんだけど、やっぱり嫌だと嫌なイメージを受ける人が多いので、わざわざ嫌なイメージを植え付けに行くことはないから、必要ないから行かないんですよ。ことを荒立てたくないという、ね、やっぱり自分がその立場に立った時、相手の立場に立った時に嫌な感情っていうのを思わせたらやっぱいけないんですよ。人に対して嫌な行為というのはやらないというのが一番なんですね。でそれが平気でできてしまう人っていうのは、まあ、モラルが低い方、もうこれしょうがないですよ。個人個人差があるんで、だから正しく理解して正しい判断の上で行動するということが一番大事なのかな。だって最低限のことはもうみんなやってるんですから。で GoTo がいけないっていうのもそこだけにスポット当てちゃってるからおかしなことになってるわけで、もともとは入国し、ね、許可しちゃったでしょ。あれが一番の原因なんですよ。あそこで、どの国も入国他国から来た人は2週間隔離します。だけど日本は免除っていうのがあったでしょ。この国とこの国はなんか免除しますみたいなところがあって、それを結局免除しちゃったから、そんなのそうですよ、お願いしますで言うこと聞く外国人なんか少ないですから、やっぱり向こうも目的があってきてて、一日でも早くこの日本に入って目的を終わらせて帰りたいっていうのが皆さんそうじゃないですか。仕事でも旅行でも時間が限りが、ね、ありますから、それをやらせないでもうザルのような形にしといて、結局その外国で感染してた保菌者の方が入っていって各地に散らばって、まき散らして、そこから火がついて、そして観光地にいた人、ね、来る人じゃなくて、接した人たちがね、この地場の人たちが実は保菌者になってたりっていうケースもあるわけですよ。だそういうところも全然マスコミがね報道で伝えてないので、もう本当にだから偏向報道っていうのがそこなんですよ。だ目先のことだけではなく、ちゃんと裏付けね、エビデンスがある
だよというところも訴えながら説明しないからおかしなことになるんです。そしてテレビを見てる、ね、テレビだけとか新聞とかだけを見てる人っていうのは情弱ですから、そのまま受け取ってすぐ信じちゃうんですよ。テレビで報道されたことは全て正しいという形になっているんで、それは違いますよと、それは違いますよと。だからいろんな情報を見ていろんな方の話を聞いて総合的に判断するというのがやっぱり必要になってくると。もう一方的な偏向報道を信用して、やはりね、一方的な感情だけで、押し付けて、相手に押し付けてしまうのは一番危険な、ね、これ危険な思想ですから、やはり正しいものは自分で多くを見て、そこから判断していくという形がね、必要かなと。だけなんか飲食店だけ今ね、やり玉に上がっちゃってて、本当にね、気の毒は気の毒なんですけども、ちゃんと、国から1都3県に関してね、他の県はよくわからないですけども、1都3県に関しては、小池知事の方が、やっぱり自分だけで、東京都だけで行ってしまったら、金が出ないわけですよ。でも国自体は、その予算を取ってたんですよ、そうだね。コロナに 対する予算っていうのはちゃんと取ってても、いつでも発令できる状況にはなってたんですが、やはりそこは政治的にうまい、ね、方、皆さん頭がいい方たちですから、ね、都知事の小池さんの方が、十分都は金はあるんだけど、その他千葉、神奈川、埼玉っていうのは金がないわけですよ。だから金がない地域を一緒になって連れていけば余計もらいやすいじゃないですか。それで世間のイメージもやっぱりいいですね。大活躍したようなね、今イメージになってますけども、でもイメージ戦略、これはね、政治では大事ですから、やってはいけないということではないですけども、まあいろいろやっぱり大人の話というか、もう我々が見えないところで話筋書きはもう決まってたんですね。それを見て、結局テレビとか新聞だけを見てる人は、お、素晴らしい、やっぱりあの人は最高だみたいになるわけですよ。これも印象操作ですね。正しくやはりその裏付けというものはやっぱりどこかで情報発信されてますんで、それを、まあ、全部信じるとは言いませんけれども、自分の中で頭で解釈して、それでその上で話を聞くと、ああなるほどなと。だからそういうふうに緊急事態宣言遅いとかなんとか言って、あれはマスコミが煽ってるだけの話でネタがないですから。で、煽ったり人の不幸っていうのは一番見てくれるんで、やっぱりそこはね、新聞メディアのうまいところ でやっぱり都合の悪いことは絶対言わないんですよ。やっぱりこのね、まあ、新聞たちもメディアたちも企業ですから、まあ、結局、まあ、経団連たちとところね、そこにつながってくるわけです。スポンサー様の言うことを一番聞きますからね、まあ、それは置いといて、だからそういう形になってますんで、まあ、うまくね、やったなというところありますね。で、結果的にだから飲食店にはちゃんと保証も出るはずなので、あとは申請の手続きとかが遅れたり、ね、そういうところで体力がない店が潰れちゃったりとかっていうのはありますけれども、でもじゃあ全滅してる方はそんなことはありませんので、ちゃんと、そういう飲食店という括りの中に入ってる方たちだけは、まあ、保証されるのかな。だからそれに付随する問屋さんだとかそういうのね、いるでしょ、なんか、そういう商社とかその辺はどうかよく分かんないですけども、でも国からなんかあるんじゃないですか、その辺はね。だから別に家にこもれということではないということです。だからもう各自気をつけているので、それをやり続けながら各自が気を使う、相手に対して気を使うということが大事ですよということが言いたい、これ動画です。政治的な要素とか全く入ってません。そういうのは詳しい方の動画を見て勉強してください。もう何も知らない無知な俺でもここまでは理解はできてますので、そう考えてくると、コロナというのも全員がコロナのあれわけじゃなくて、インフルエンザの方もそこへ入ったり、風邪の方も入ったりね、陰性陽性に、ね、入ったりするんで、全部が全員がきっちりコロナかというのは違ったりするケースもあると。だからそういうこともちょっとね、頭に入れて動けば、必要以上に恐れなくて済みますよというお話です。それではね、皆さん、健康に気をつけてこれからもやっていきましょう。それではクイエンよ。じゃあね。